前科3番、893番、ロイキタロウです。今日のお話は、東京八王子市で15歳の少年が拳銃自殺をしてしまったという痛ましいお話。私も報道されたニュースで知ったので、詳しいことはわかりません。どういう入手経路、なぜそういうことをしてしまった、なってしまったかということはわからないのですが、私が思うことというか、私がわかることというのは、その拳銃入手のことが思うことがあるので少しお話しさせていただきたいなっていうのは、正直言ってこうなってしまった原因はこのコロナウイルス、コロナ禍のことに全く関係がないとは思えないのです。というのは、皆さん普通の一般的な大人の方がこれ見たとき、どうやって拳銃入手するんだって、そんなも簡単に入るのと思いますよね。そんなに日本の警察っていうか日本の司法制度は甘くないんで、簡単にじゃあアマゾンで買えるとかそういうものじゃないもんですから。ただしこのコロナウイルス以降、まず宅配の仕方が置き配だとか、今回がどうとかじゃないですよ、置き配だとか、日にちもずれるし、今までみたいな正確性がないっていうこともありますので、おかしなものでも届けやすい。それともう一つは薬物に関してです。でもですけど、簡単にそのネットで買えるっていうような状況があるっていうか、もう起こってしまってますね。ツイッターでもうアカウントを変えたり何かしたり、他の方法も、私はもうツイッターと YouTube ぐらいしか知らないんでわからないんですけど、なんかいろんなデータが消えるメッセージアプリを使ったりっていうことがやってるみたいです。で、なんとなく聞き漏れることによると、やっぱり薬物の供給量が増えたり、トラブルがあったり、まあ、そうじゃなくても、この最近、暴力団反社会絡みの事件が多いですよね。もうこれは我慢して我慢して、まあ、もうそれは皆さん我慢してるんで、閉塞した社会の中で、一旦この解かれたところに一気に暴発、爆発するっていうようなことですね。それと、高校生でも拳銃が入手できた、一つとしては、いわゆる抗争状態の暴力団組織もありますし、そうじゃないところもありますけども、一旦拳銃っていうのは、まあ、こんな言い方したらあれなんですけど、どこの組織にもある程度な数は置いてあるものというか、一丁で10人分の戦力と言われた時代もあるわけです。拳銃一丁あれば10人分の戦力っていう風にカウントされた時代もあるわけで、ところがコロナウイルス蔓延、この状態で抗争状態のところもストップする。そうすると末端の人間は生活もできない、収入源も断たれる。やるかやらないかわからないもんだったら売りに出す。これって本来本当に不思議なもので、欲しい、買いに行った時は高いんだけど、売りに行ったら安くなる。自分が手放そうとした時に思った、自分が入手した金額で買えないというものの最たるもんなんですね。欲しい時はどうやっても欲しいし入りにくい。でも売ろうと思ったらお店に行ったりどっかで売れるわけじゃないんで売りにくい。となるとやっぱりネットっていうものではないかと思うんです。そうすると売る方も買う方も顔が見えないんで、まさか相手が高校生とか。どういう形ではかはわからないんですけども、そのように入手ができてしまったんじゃないかっていうのは、私が思ったのは、これ、朝方2階でパンと音がしたっていうことを母親が聞きつけた。その横には回転式拳銃。もうこの回転式拳銃っていうのがもう反社、ヤクザが使う拳銃としては一番オーソドックスっていうか、自動だと扱いにくいし、引っかかる場合があるんで、回転式だったら必ず弾を入れてれば、それは回転して必ず発射できるっていう、ものがあるんで、やはりそれを好んで使うっていうのがあるもんですから、おそらくそういったことから今の社会情勢を考えていくと、そこじゃないかというふうに思われるということです。このニュースの続報を待ってまたいろんなことが分かってくると思いますけども、こういう恐ろしいことになってしまうっていうことを知っていただきたいなっていうふうに思います。